エイジン君おかえりなさい、これでいきたいと思います。楽しみだ楽しみだ。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、久しぶりですね、エイジン君にドッキリを仕掛けてみたいと思います。はい、こちらを使いますね。はい、コスの極みというところの、宇宙人コスチュームですね。これすごいんですよ。この指の先までね、この手袋になってる全身タイツですね。こういう、銀の全身タイツです、僕のね、インスタグラムをフォローされている方はご存知かと思いますけれども、私の奥さんの弟さんからですね、お誕生日プレゼントでいただいたものです。これを、着てですね、エイシン君が帰宅したところに、エイシン君お帰りなさいっていうような感じでドッキリして、どんな表情を見せるのか、見てみたいなと思います。じゃあまずは着てみましょう。はい、はい、こんな感じですね。どうですか、ほら指の先までピッチリ、これ全部つながってるんですよね。で、なんかね、メッシュじゃないんだけど、すごく風通しは良くて、意外とそんなに熱くないです。よいしょ。行こうか。はい、こんな感じですね。お、怖っ。後ろもちゃんとマジックテープで止まるようになってます。で、こういう風にやると、お、すげえ。どうですかこれ、ちょっと顔ずれてない？ちょっとずれてる。こんな感じです。これで、エイシン君お帰りなさいって言ってドッキリしたいと思います。じゃあ、いろいろセッティングしましょう。はい、ということでセッティング終わりました。こんな感じ、今3カメでやっておりますね。はい、で、実際は電気つけて、部屋の電気落として、これでいきたいと思います。楽しみだ楽しみだ。エイシン君、おかえりなさい。びっくりした。だったぞ今。エイシン君、おかえりなさい。だった今。びっくりした？びっくりした。ドッキリでした。あそんな驚かなかったね。腰抜かすかと思った。うえーって言って。最初さ、全然さ、わかんないの入ってきてさ、ここまで来ただよ。うん。来たら、あ、窓全部開けてんのかなと思って、ここ来たらパパがいたっていう。パパだってわかってるの。パパじゃないかもよこれは。でもなんか。はい、ということで今回ですね、エイシン君へのドッキリでした。はい。ありがとうございました。ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。